はい、こんばんは、高井です。はい、こんにちは。今ですね、先ほど安江さんが言いました通り、バスケス対リオスの一戦をお伝えしているんですが、はい、今画面にはですね、はい、フェリックス・トリニダード映ってますね。はい、今リングサイドに来ております。こちらからそれではお伝えしてまいります。はい、それではお願いいたします。WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦ウィルフレド・バスケス対ヘナロ・リオスの一戦をお伝えしてまいります。浜田さん、はい、第1ラウンド終わりまして、はい、第1ラウンドは浜田さんどちらにつけました？挑戦者リオスの10対9ではあるんですが、バスケスが相手にプレッシャーをかけて手を出さないでじわりじわり追い詰めていってるという状態ですね。はい、解説はおなじみの元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオン浜田剛さん、実況高柳でお伝えしてまいります。WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、日本でもおなじみの3階級制覇ウィルフェルド・バスケス、今日がこのクラスでは4度目の防衛戦になります。前回の3度目からは2ヶ月半という短いインターバルで、この試合に臨んでいます。一方のヘナロ・リオスはビザの関係で、前日入りということになってしまいました。リオスしたがって体調は難しかったのではないでしょうか。コンディション作り、計量は1回でパスしています。126パウンド、バスケスも126パウンド、 57.1キロです。よく1ラウンドから手を出しています。ブルーのトランクスヘナロ・リオス、右のストレート、ニカラグアの選手です。そして一方バスケスはプエルトリコ、アメリカネバダ州ラスベガス、トーマス&マックセンターで行われています。この試合ワンツー、これは距離があります。まあ、それにしましても1ラウンドから目立つのはバスケスのですね、落ちぶりですよね、はい、非常に冷静な表情をしています。一発カウンターをいつ打とうかという、タイミングを測ってますよね。まあ、それはいつかは当たりそうな雰囲気は確かにありますよね。ただですね、はい、やっぱり挑戦者リオスの方が予想以上に足が速い、手が速いですね。あ、なるほどね。だからタイミングつかむまでには少し時間かかるかもしれないですね。そうですか、はい、先ほども言いましたリオスは昨晩11時半にラスベガスに入ってきました。これはビザの関係です。しかしこれだけ動けるんですからね。まあ、ただ地元で仕上げてはしてますよね。ただそれで飛行機乗ったりそういった疲れがどうかなっていうところはありますけど ね、 確かにね、ラウンドを重ねるごとにそのあたりがだんだんと出てくる可能性があります。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチライブでお伝えしています。右を持っていきました。すべてかいくぐります。バッキング、現在1960年生まれですから37歳のウィルフレド・バスケス。まあ、日本に初めて来た時は約10年前になりますからね、はい、本当に長い選手ですね。そうですね。おっと、これもかわします。バスケスは以前確か40歳で引退と言ってたんですが、昨日は45歳まで続けるとこう言っています。ちょっと軌道修正したようですね。まあ体を鍛えてそれで、大事にしているでしょうから、長持ちする選手ではありますね。でないとこう、おっと、左顎が上がりました。ヘナロ・リオス3階級制覇というのはまず体がね、しっかりしてないとできないことですからね。頑丈じゃないとできないですね、ちょっと大事にしてなければできないですよ。まもなく第2ラウンド終了です。今ゴングが鳴りました。このラウンドバスケスの10対9です。このラウンドほとんど当たってなかったんですが、やっぱり一発の威力の違いが出ますね。はい、今次の試合 WBA 世界クルーザー級タイトルマッチに登場します、ネイト・ミラー対、ファブリス・ティオドの一戦なんですが、ネイト・ミラーがカメラを捉えています。非常に落ち着いたいい表情をしています。そしてその後に名イベント、 WBA IBF 世界ヘビー級王座統一戦、リベンダー・ホリフィールド対マイケル・モーラーの試合をお伝えします。こちらはバスケス、ちょっと左のコーナーあたり傷ができています。バスケスのコーナーですが、バスケスは入場の時に日本の日の丸に両サイド赤の丸のサイドに必勝と、必ずというと勝つという字を刻み込んだ鉢巻きをして登場してくれました。日本から持って帰ったということですね。第3ラウンドです。それだけまあ日本にもおなじみの選手と言っていいかと思います。チャンピオンの赤のトランクス、バスケス、
青のトランクスがリオス、ニカラグアの選手です。24歳、フェザー級のランキングは8位です。これが21戦目ということになります。こまめにこの左をよく出していきます。エナロ・リオスは5フィート6インチ168センチ、一方のバスケスは165センチです。リーチは両者とも一緒、161センチ。今のリオスがバランス崩しましたけど、まあ、バスケスに引っ掛けられて崩したんですけどね、ええ、足腰の強さの違いはありますね。どちらがどうですか。バスケスとの強さの違い、体力の違いは出てますね、やっぱりバスケスの方が1枚も2枚も体力ありますね。いいカウンターを狙います。バスケス、バスケスはこのカウンター取るのがうまいんですよね。見合わせます。今のところゆっくりした動きですよね、それで、まあ、一瞬の隙を突いて早いの打つんですね、はい、これにみんなやられるんです ね。左を返していきました。インサイドからいい左を出します。ウィルフレッド・バスケス、 WBA のタイトルだけ3階級制覇しました。ボディをします。バンタム、ジュニアフェザー、そしてこのフェザーと3階級制覇のチャンピオン、ウィルフレッド・バスケス。一番そのバスケスのいいところというのはどういうところですか。まずはですね、タイミングの良さですよね、はい、特に右のクロスカウンター、はい、相手が左をジャブを出した瞬間に打ちますからね、それはみんな迂闊に左を打てない怖さがありますよね。徐々に追い方が激しくなってきます。チャンピオンのバスケス、予想以上にリオスの動きは足は速いですね、はい、バスケスどうにかこの足スピードを鈍らせたいですね、はい、どうやってこの足を止めていきますか。今のところ一発を狙ってますからね、はい、止めようという気はなくて打ってきたところを一発で止めようという構えですね、かなりこの試合の直前までですね、まあ、直前といっても2日3日前ですけれども、スパーリングをこなしてましたからね。2日前ですかね、2日前に6ラウンドやりましたね、体重減量きついんかなと思いますね。バスケス、はい、左ダブルで持っていきます。しかし体重はきっちりと揃えてまいりました。右のクロスは入りません。左を返しました。バスケス、だんだん距離が詰まってきましたよ。そんな感じですね。足をとにかく使います。ヘナロ・リオス、コレゴング第3ラウンド終了です。このラウンドチャンピオンバスケスの10対9です。はい、バスケスのこのフェザー級は4度目の防衛戦になります。こちらが挑戦者のヘナロ・リオス。前回の試合が6月19日に行っています。アントニオ・サラスと戦って10ラウンド判定が勝されました。以来4ヶ月半ぶりの試合ということになりますが、今回はビザの関係で前日の夜入りということになってしまいました。まあ、コンディション的には世界タイトルとすれば最悪ですよ。ですよね。しかも今までニカラグア以外で戦ったことがないんですよ。なるほど。もちろんラスベガス、この雰囲気は初めてでしょうし、その辺がどう影響するかですね。リオスは先ほどコンビネーションを打って離れろというコーナーの指示を受け取っていました。コンビネーションを打って離れろ、まあ、よく守ろうとはしてますよね、はい、ただですね、打って離れろ、この打つときにですね、やっぱ離れようと最初に思いすぎてるんで、パンチが軽いですね。ああ、そうですか、はい、さあ、第4ラウンドに入ります。この試合のレフェリーはジョー・コールです。ちょうど世界戦100回目の試合ということになります。100試合目を裁くということになります。記念の試合でもあります。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦右また持っていきます。タイミングだんだん合ってきましたね。そうですね、赤のトランクス、ウィルフレッド・バスケス、現在37歳。おお、バスケス36じゃないですかね。1960年生まれですから37歳ですね。8月2日ですね、はい、なってますね。そうですか。左を出します。ちょっと私より一つ下と思ってますけど、す同じなんですね。同じですね。左を出します。オリボロ、一方のリオスは24歳です。もちろんこれが世界初挑戦。ボディの打ち合いです。お互いにパンチを入れさせません。
このリングサイドには豪華なメンバーが来ておりまして、先ほどフェリックス・トニダード、それはカメラが捉えておりましたけども、レノックス・ルイスもね来てます。 WBC のヘビー級チャンピオン、背が高いですね、ルイスは。きちっと、まあ本当におしゃれな服装で決めてまいりまして、大喝采を浴びていました。また後ほどカメラが捉えることでしょう。まあそうですね、ルイスなんか見るとボクサーっていうのも芸能人が来たんかなっていうぐらい、ビシッとしてましたね、華やかでしたね。さあバスケットは左、徐々に自分のペースを取りつつあります。バスケット、また右をカウンターを取ろうというところなんですが、これは弾かれます。まあ、バスケットは盛んに一発大きいのを狙ってますね。まあ、もう少し小さいの当ててからだと取りやすいんですけどね。あーはー、ちょっとバスケスの左の半分顔が赤くなってまいりました。予想以上にリョーズ足早いですよ。そうですね、まあ、パンチは軽いんですけど足は早いですね、はい、左をつきます。目が右合せますね。今度は左を出してきます。長い左です。バスケさん、あの左はあんまり出さないんじゃないですか。いや、そうでもないですよ。そうですか。右のクロスカウンターと左フックは一番得意とするパンチです。かなり長い左を持ってまいりました。バスケス左フックなんかではもう軽く打っておきながら思い切るパンチが本当に一発倒しますよね。そうですね、左強打をね秘めてますからね。右のクロス届きません。さあロープに詰まるやつ、第4ラウンド終了です。まあ、今ラウンドチャンピオンバスケスの10対9です、はい、バスケスが2ラウンドからペースを取っています。1ラウンドは浜田さんはリオスにつけました。徐々にトーマス&マックセンターキャパシティが1万7000人ほどなんですけれども埋まりつつあります。これはミラージュホテル、まあ、ここで行われているのではなくて今回の会場は、この近くにあります、同じラスベガスのネバダ大学ラスベガス校のそのアリーナ、トーマス&マックセンターで行われています。まあ、以前はこの屋外アリーナでね行われたことも試合でそのあったんですけれども、今回はこのトーマス&マックセンターで行っています。まあ、この会場本当にどこから見てもよく見えそうな会場ですね。そうですね、そして2階席が2階席が今画面では見えてないんですけど、この電光掲示板さらに上にありまして、随分高いところからもう見下ろす形で見るんじゃないですかね。そうですよね、すり鉢の底を見るような格好になります。しかしどこからでも見えるという本当に見やすい会場です。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦第5ラウンドに入りました。左のジャブをついていきます。エナロ・リオス、このボディ、この動きがいつまで続きますか。リオス、あるいはバスケスがどうやってこの動きスピードを止めていきますか。左を合わせます。まあ盛んに一発狙ってますけど、はい、もう少し小さいのでタイミング取るといいんですけどね。まあ小さいパンチは省略して一発でという気持ちがやっぱ強いんでしょうね。このラスベガスということもありましてだいぶ気合が入っています。バスケス、まあかなりのバスケス陣営を引き連れてまいりまして、スタッフも多かったようで、一行がですね、なんとか様ご一行みたいな感じでかなりいましたからね。まあ、バスケス日本に来るときも大体そうですね、それとメンバーは変わってないですね。そして周りのメンバーがよく盛り上げてますね。そうですね、先ほどもこのコールを受けましたら、その一団が立ち上がって声援を送っておりました。チャンピオンバスケス、よく打っていきますがほとんどこれ当たってませんね。ローブローを注意されました。バスケスは自分からこのところ打っていきません。まあ結構スタミナの使い方なんかうまいんですね。相手がね老快ですよね、その辺は。まあ対するリオスとするといつ大きいパンチが飛んでくるか分からないんでハラハラしながら動いてますよね。この辺も見事にかわしていきます。ヘッドスリップからそれから攻撃していきます。一
下に避ける動き、まあ、ダッキングするんですが、それではもうバスケットほとんど相手のパンチかわしてますからね。まあ、ただ、手数面でですね、はい、リオスの方が圧倒的に多いですよ ね、 多いですね。だからそのまんま流れると本当に、捕まえるの苦労するなって感じしますよ。このまま行きますか、ペナロディオス。まあ、リオスとすると一発でも食ったら大変だというんで本当に一生懸命ですね。そうですね、その一発当たるか当たらないかというのは当然ながら分岐点になると思いますけども、その他に浜田さん、この試合は左を渡す、左出します。入ったのが当たりそうなんで、バスケスは狙い、まあ、狙っちまうんですね。狙ってるんですかね。第5ラウンド終了です。今のラウンド、バスケスのあの左フック一発がなかったらリオスのラウンドでしたけどね。バスケスの実態9です。デラホーヤもリングサイドに来ています。オスカーデラホーヤ、まあ現在この全米におきましてはボクサーの中で最も人気があると言ってもいいでしょうね。プラスの意味の人気ですけども、まあ、そうですね、女性の人気もすごいですね。まあ本当にボクサーみたいな顔をしてないですからね。まあ12月にはタイトルマッチも控えています。この女性はちょっと気になりますが、婚約者ですかという情報もスタートしています。後ほど分かりましたらちゃんとお伝えしたいと思います。試合は第5ラウンドに進みます。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦、バスケス対リオスの一戦。一方のリオスですけれども、はい、リオスに勝機があるとするならば、まあ、この今のパンチを、この動きを止めないということですよね、はい、そしてはっきりとしたあのパンチを何発か打ちたいですね。ただそれは危険が伴いますよ。ただそれしないとやっぱり取れないでしょうけどね。20戦のうち16勝3敗1無効試合、16勝のうち7つの KO 勝ちがありますリオス。右カウンターを取ろうとしているバスケス、完全に一発狙いですね。一発狙いですね。左を出していきました。もう細かいことはする必要なしと、今のもそうでしょう。右のカウンター、それから左の大きなフックを使います。ショートは今までそれほど出してないように見えますが、だから本当だったら必要なんですけどね、それを打っていって、そして相手が少しリズム狂った瞬間に思いっきりの一発を打てば本当に一発で倒れると思いますよ。そうなんでしょうね。ただそういうことは全部やらないで省略しての一発狙いですからね、はい、少し甘く見てのこういう戦法なんでしょうかね。それはあると思います。昨日の軽量に間に合ってないんですからね。そうですよね。左当てました。最後バスケス、ボディを打ち始めましたリオスです。3階級制覇のベテランです。バスケスはキャリアもこれがちょうど60戦目という試合になります。そして勝てばちょうど50勝区切りの試合ということになります。ウィルフレド・バスケス、右合わせてきました。クロスですが入りません。ボディーブロー。もっと私たちの戦前の予想ではあっけなく試合がもしかしたら決まってしまうのではないかという、ね、思いましたけどね。ありましたけれども、よく頑張っています。コンディションでですね、この若さ家 の、 その初めてのラスベガスの大舞台、そういったこと全く関係なしで戦うことができるんでしょうか。おー、逆にコーナーに詰め込んでいきます。リオス、バスケスが完全にこうこの辺りはパワー分けをします。左組みましたね、今。まあ、押されてるというよりも力を若干抜いているところがあるんですけどね、はい、ラクに構えてるんで、まあ、勝った狙ってました。これがあるからなんですね。これがあるから小さいことをやらないんですね。そうですね、今押されてましたけどずっと見てましたからね。このラウンドもまもなく第6ラウンド終了です。また右のクロス、なんとかバスケスは鮮やかに一発倒そうというそんな気配がありありです。まあ、今度はラウンド終了間際にバスケスの大きい一発ありましたけど、その前にリオスの攻撃がまだ上回ってますね、はい、リオスの10対9です。あ、リオスに与えました。
浜田さんのジャッジでは1ラウンドに続いてこれが2度目のリオスへのポイントですね。はい、そうです。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦生中継でお伝えしています。現在外の気温は21度、まあ、この中は当然エアコンディションがしっかりと効いていますので非常に快適な室内です。ご覧のようにどんどんとお客さんが膨れ上がってきています。本当に時間を追うごとに増えますよね。まあアメリカの独特な雰囲気盛り上げ方です ね。発表されているところでは1万1000から1万2000はもう売れてると、チケットは売れてると、どのぐらい入るんでしょうか。最終的には1万4000、5000ぐらいまで行くんでしょうか。第7ラウンドです。 WBA の世界フェザー級タイトルマッチ12回戦ヘビー級の統一戦、ホリフィールド対モーラーはこの試合の後の後、2試合後ということになります。ボディーブロー2つです。またビー挑戦者のリオスは92年の12月に4回戦でデビューしました。これは判定勝ち、勝利でプロデビューを飾っています。おっと、左を大きく打っていきます。93年の5月にはこれはプロ3戦目だったんですが、後に WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルに挑戦します、あのエディ・サイエンスに戦って判定勝ちを収めています。まあ、その辺が主なリオスの記録であります。本当に無名に近い選手なんですが、この大舞台、しかもバスケスと当たるというチャンスを得ました。これはなかなか願ってもできないね、もらえないチャンスですからね。こういったチャンス、こういったタイミングというのはないですからね。入っていきましたが、そこをカウンター取ろうというところすぐに出ていきます。かといって試合に勝てるというのはまた別の問題なんですね。このバスケスを攻略するのはなかなか容易ではありません。そのバスケスでさえかつてはカオコーギャラクシー、あるいはアントニオ・セレメニオ、セレメニオは最近ですね、95年5月、こういったところに敗れるわけですからね。まあ、またセレメニオはですね、あれ距離が長いしバスケスが一番苦手とするタイプですね。そうですね。左を出します。丁寧に左を出し始めましたが、バスケス右カウンター、左ボディブロー、もう少し本当は欲しいところですね。そうですね、また右を出します。前半のその作りのところを省略しています。右のクロス、距離が詰まってまいりました。バスケス、そろそろ強打が炸裂しますか。もう少し左を出しておいてボディブローを少し打っておいて上に返したいところですね。はい、ボディ、もちろん一発の力があるんですけど、決してその一発だけで倒すというバスケスじゃないんですよね。いろんなことできますよ。まあ急にアウトボクシング変えたりですね。そうですね。だ今日はそういったことを省略しているところあるんですね。はい、ここまでその体調的な面はどう見ますか、バスケスチャンピオン。そうですね。まあ一発狙いすぎてるところがあるんで、まだ判断するのはちょっと難しいんですけど、やっぱ原力はあるんじゃないかなと思うんですね。かなりギリギリまで汗を絞っていましたバスケス。ここでゴンが鳴りました。第7ラウンド終了です。このラウンドチャンピオンバスケスの実体9です。はい、このトーマス&マックセンターでは昨日まで、アイスホッケーの試合が行われていまして、そのちょっと私たちが入ってきた、まあ4、5日前、1週間ほど前なんですけれども、その時にはカレッジのバスケットボールが行われる、まあ、多目的に使われていますが、非常に素晴らしい会場です。ですからちょっと昨日はアイスホッケーということで足元がやっぱり冷たいですね。まだ冷えてきてますよね。地面凍ってるんでしょうね。まだおそらく前回のバスターマッシュ戦と同じようにフィラデルフィア、あそこも会場した氷があった上に板を引いて、ね、行いましたから、だから足がやっぱ冷たいですね。まだ残ってるのかもしれませんね。溶けてないと思いますね。試合始まる前から浜田さんはちょっと寒いようですというコメントをしてましたけど、そんなところからライブでお伝えしています。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦8ラウンド目です。左から右を出していきます。
バスケスが初めてか自分の方から積極的にスタートしました。まあそろそろリズム変えろということでしょう。はい、おっと右カウントアルス、ぶらついた。もう少しですね、まあ、今バスケス止まったボクシングです。もう少し動きたいところですね。動くっていうのはぴょんぴょん動くっていうことじゃなくてですね、はい、体をもう少し揺さぶりたいところですね。そうしてリズムを作って、右でも左でもパンチ振れますから。どっしり構えています。今日のペルトリコウィルフレッドバスケス、3階級制覇をした自信からでしょう。第8ラウンドバスケス、ここまでは余裕の展開を見せています。まあ、ニカラグアからこうラスベガスまで乗り込んでまいりました。フナロディオス、それこそ帰りましたら大脚光を、ね、浴びることでしょうね。まあ、もしタラスの話ですけれども、それだからもう少しですね、体揺さぶりたいところですね。そうするとリズムつかみますからね、はい、今のリズムは、まあ、このラウンドボディは打ってはいますけど、まだ一発狙いの構えですからね。あ、そうするとじゃあこの一発外された場合というと、またホームを組み立て直してからのスタートになるんですね。まもなく第8ラウンド終了。最後右がヒットしたところでゴングです。WBA 世界フェザー級タイトル挑戦者リオスの10対9です。はい、第8ラウンド挑戦者のリオス10対9。バスケットの攻めあぐんでますね。ちょっと狙いすぎてるから、そしてまあもちろん 2,3 ラウンドで終わる予定だったんでしょうけど、甘く見すぎてるところはありますね。こちらがディオスです。ニカラグア、まあ、先輩にはアレックス・アルゲリョン、それからロセント・アルバレス、こういったところがいます。そういったまあ先輩方から数えますと、タイトルを取りましたら4人目の世界チャンピオンということになります。特にアレックス・アルゲリョン、スーパースターでしたからね。第9ラウンドです。アメリカネバダ州ラスベガス、トーマス&マックセンターからライブでお届けしています。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦、ウィルフレッド・バスケス対ヘナロ・ディオスの一戦です。まずバスケスリズムを作ろうとして動き始めましたね。ああそうですね。さあバスケス、あと左右を出していきました。おっとインサイドから打ってきますが、それをカウンター取ります。バスケス左フック浅かったですけど、あれが当たればっていうのはやっぱり持ってますね。アタビキストレート、このただこのリズムは今の動きは止めないことですね。さあバスケス、いいリズムが出始めました。このリズムの中で今リオスが打ち気に出てきてますからね、はい、そこ狙いますよ。右のストレート、さあ出てきてます。その言葉通り出てきています。ヘナロ・リオス、これはバスケスも願ってもないことでしょうね。まあ実際にはそうなんですけど、ちょっと打たれてますよ今。またロープに押されました。ボディを打っています。徹底してボディを打ちます。バスケス互いにボディブロー打ち合いになりました。おーナイスボディ、おーいいパンチ、いいパンチですね今。ボディブロー、ナイスボディ、レバーの当たりです。今度は右のフック、今ボディ打ちながら左フック上狙ってますよ、ね、はい、一発見せました。これで少し距離を空くと左フック飛んできますよ。これあえてコーナーに入ってますね。今刺してますね、さあ打ってみるというところなんでしょうか。ナイスボディ、ナイスボディ、チャンスを伺っているようです。そしてボディ打ちます。バスケス、ボディ打ち。リオスの攻撃はどうですか。リオスは精一杯やってますね。ああ飛び切り打ち下ろし、ボディブローです。ナイスボディ、狙ってますね、狙ってますね。だからボディブローで相手が少し距離を離した瞬間に左上に返す計画でいますよね、押させておいて、そしてボディブロー、そして隙が空いたところがチャンスです。バスケス24歳の若者はもうアウト、突っかかっていきます。
さあ徹底して押していきますが、ナズリ、うん、バスケスが狙っているようです。またパーボディアッパーから、そして顔面打ち分けます。上下の打ち分け、いやー本当リオスよくやりますね。はい、バスケスは相手に今コンラウンド真正面ですよ。ボディをまだ執拗に打ちます。リオスも打ちます。バスケスも行きます。残りわずかになりました。ラウンド第9ラウンドはまもなくゴングです。このラウンドは難しいですね。バスケスのいいパンチ入ってましたけどね、それ以上に数多かったですね、リオスの、リオスの10対9です。リオスの10対9ということはかなりポイントは小川さんの最低ですね。バスケスの1ポイントリードじゃないですか。バスケスうかうかできないですよ。ちょっと狙いすぎるところが前半ありましたからね。ただこの9ラウンド目、私の採点ではポイントは取られましたけど、バスケスのこのラウンドの 前半での動きはいい動きですね。そうですか、はい。エロイロハスに11ラウンド TKO 勝ちでこのタイトルを手に入れました。それが昨年の5月18日、それから3度防衛を重ねています。ベルナルド・メンドサ、渡辺雄二、ロケ・カシアニ、そしてこれが4度目の防衛戦です。チャンピオン、先ほどのコーナーのシーン逆のカメラから捉えています。さあ飛び出していきました、リオス。第10ラウンドです。本当に思ってもみない長いラウンドになってきました。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦、左を出します。リオス、バスケスもう一度リズムを取ることですね。さっきのラウンドコーナーに詰まってバスケスいいボディを打ちはしましたけど、押し込まれましたからね、はい、おー、ああ上がったか、逃げ出していきます。リオスも積極果敢です、勇敢です。まあリオスも前半バスケスのパンチを過剰に警戒をしてたんですけど、バスケスのパンチでも当たらなかったら怖くないという自信ができたんですね。なるほど、右を出していきました、リオスのパンチです。まあ、今の左のリードジャム2連発、はい、あれもう少し出すことですね、バスケスは。バスケスがくぐります。まずリズムを取ること、そしてまず感じつかめない場合は基本戻ってやってみることですね。先ほどバスケスのコーナーではコーナーからバスケス大丈夫かという声が飛んでいます。まあバスケスも大丈夫だと答えていましたけれども、それほどこれいつものバスケスの展開ではないということでしょうね。そういう言葉ね、そうなんですね、この流れでこのまま来ると思わなかったですね。そうですね、相手を甘く見たのか、あるいは立ち上がり失敗したのか、バスケス、あるいはそれとももっと根本的に体調が思わしくないのか。私はこれ全部当てはまってるんじゃないかなと思いますね。いろんな要素がある、はい、だから右カウンターインサイドから、しかしいつものようなパンチではありません。まあ対戦者のリオスとすれば昨日の夜ですからね、到着は、はい、だからもう負けてもともとですよね。そうでしょうね、負けて文句言う人いないですから、思いっきりいけるわけですよね。もう当たって砕けろという感じなんでしょうね。ただバスケスとすればこれは勝って当たり前、昨日到着した選手に負けるわけにいかないですね、そうやって本当に回を重ねることに焦ってきますから、焦りというのは怖いですね、確かにね。だから一発狙いすぎてしまうんですね。オーバーハンドライト、たまに打ち込んでいきますバスケス、これはしかしさほど当たりません。細かく細かくリオスがついていきます。第2ボディーブローです。このラウンド挑戦者リオスの10対9です、はい、リオスが取りました。これで浜田さん的にはポイント並びましたよ。これ分からないですね。ディオードです、次の試合に出てまいります。挑戦者、かつてのライトヘビー級の WBC のチャンピオン、今回は一つクラスを上げてこのラスベガスに乗り込んでまいりました。2階級制覇を狙います。
WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦、ウィルフレド・バスケス対ケナロ・ディオス、チャンピオンバスケス苦戦を強いられています。それからこちらのアメリカの放送局のコメンタリーではですね、バスケスサイドは誰もこの試合負けるとは思ってない、そんな雰囲気は全然漂ってないというコメントしているということなんですが、そんなこともないようですよね。バスケスサイドですね。バスケスサイドが、はい、いや余裕、はい、バスケスサイドセコンドも焦ってきてると思いますよ。そうですね、確かにそんな表情もこちらからだと見受けられます。あと2ラウンド、 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦11ラウンド目に入りました。それでリオスの方が前半どっちかというと腰を引いて打ってたんですよね、これが後半だんだん回を重ねるごとに踏み込んで打つようになってきましたから、はい、この残りの2ラウンド大事ですね。大事ですよ、これは。ジョー・コルテスが分けます。左当たります。リオス、もう少しバスケス動きたいところですね、はい、動いて左からまずはリズム作りたいですね。左出すとリオスの方今足踏みました。スリップ足踏みましたか。かかりましたか。前の人の頭に隠れてしまいましたよね、はい、角度的には足踏んだみたいですね、はい、パンチによるダウンではありません。左を出します。リオスのが当たってる気がします。左、今度はバスケス、11ラウンドの半ばに入りました。バスケスはこのまま行くんでしょうか。今の左の相打ちでもですね、バスケスの方が威力あるわけですよ、だからそれから突破口を開きたいところですね。さあどうでしょう、さらにシャープなパンチ。バスケスは攻め込んでいこうという姿勢はなくなりました。また狙い始めましたね、相手を引きつけて一発狙おうとしてますね。これポイントでは本当に分かりません。バスケスのこの落ち着きぶりというのはリードしてると考えてるんでしょうか。普段からゆっくりした構えではあるんですよね、距離を置きます。バスケスがいつも以上の距離を置きます。左アッパー若干浅かったですけど、タイミング的には合ってますよね、はい、残り30秒を切りました。11ラウンド、さらに左を出します。残り10秒、このままの流れで行くんでしょうか。11ラウンド目終了。こちらはこのラウンドですね、今まで11ラウンドの中で一番つけづらいラウンドですね。どっちも当たってないですね、ですね。ただ手数からしてリオスの方が多いんで、どっちかに決めるというとやっぱりリオスの1対9ですね。これは本当に微妙になりました。果たしてこちらチャンピオンコーナーは本当に落ち着いているんでしょうか。王座陥落というそんなイメージは全然浮かんでいないんでしょうか。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦、バスケス対リオス、これ不平に足を触られるということはよくありますからね、救われるかもしれません。バスケスの一発大きな当たってないしですね、当たれば吹っ飛ぶでしょうけどね。さあ、この福平リオス、 WBA 世界フェザー級8位、ニカラグアからチャンピオンが誕生するのか。足を使え、ベルと同時に動けという指示が飛びました。チャンピオン、ラストラウンドです。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、
このラストラウンドにかかっています。まあ明らかにリオスのボクシングは自信持ってきましたよね、はい、このままいくか。21戦目の相手にバスケスはもしかしたらという結果が待っているかもしれません。ただバスケス若干体を振って前に出ていくと強いんですけどね、はい、まあ、体力差が出ますから。それほどどちらが勝つにしてもポイントが離れてないことは確かです。後半しかしこの出方明らかに前に出ていくのは常にリオス。バスケスもカウンターを取ろうとするんですが なかなかそれが当たりません。左を当てます。バスケス右サイドから打ちます。バスケス外からリオス、まあ、欲しいタイミングではありますね。あ、そうですか、はい、左打ちました。赤くなってきています。リオスの顔面、最終ラウンドですから一発狙うというよりも攻め込みたいですね、バスケスは。攻め込んで相手が打ってくるんであればそこを狙えばいいわけですからね、攻め込んできています。またボディブロー、バスケスも叩かれています。必要にボディブローを行います。バスケスは一発当てることができるか。まあ、リオスのパンチは当たってはないですよ、当たってはないですけど押し込んでるイメージがありますね、バスケスもさほど効果的な、ね、パンチは返すことができません。このまま頭をつけられて押されていきます。残り30秒、この試合残り30秒になりました。当たってるのはバスケスのパンチが当たっているんですね、しかしそのパンチをどう評価してくれますか。残り15秒です。どうやらこれはジャッジペーパーに行きそうです。出てくるところ左当てました。また左、この試合終了です。このラウンドチャンピオンバスケスの10対9です。バスケスが取りましたか。さあかなりクロースな試合になりました。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦ヘナロ・リオス、昨日の晩にこのラスベガスに入ってまいりました。そしてこの試合、一方のバスケス今回はどうしたんでしょうか。60戦目区切りの試合ですが、3階級制覇した余裕からか、あるいは体が動かなかったからこういう流れになりましたか。ウィフドバスケス、そして相手を甘く見すぎたっていうのもあると思いますね。静かに判定を待ちます。ネバダ州ラスベガス、トーマス&マックセンターから衛星生中継で日本の皆様にこの映像をお届けしています。さんの採点でも未亡です、クエスチョンマークのラウンドがいくつかありますから、これをそれぞれの方に固めて振り分けてしまうと勝敗がガラッと変わりますからね。出るということですね。世界初挑戦でタイトルゲットになりますか。ニカラグアのリオス、あるいは4度目の防衛になりますか。成功なるか。ウィルフレド・バスケス、まもなくリングアナウンサーのジミー・レオン・ジュニアからそれが発表されると思いますが、ちょっと長引いているようです。あ、現在のこれフェザーウェイトのですね、中央4団体のチャンピオンが出てますね、小泉さんのルイスト・小泉、ルイスト・エスピノサと現れています、出されています。 WBC のチャンピオン、それからナジム・ハメドの顔もありました。まもなくのようです。ちょっとお客さんもどっちなんだろうという感じでざわざわしますね。そうなんですね、お客さんも結構好き嫌いで割れてるところもあると思うんですよでしょうね、
これは明らかに判定の行方どっちなんだろうという感じのざわめき方です。立ち上がっているお客さんもかなり見られます。お客さんも気になるんでしょうね。そうでしょうね。両者に声援が飛んでいました。プエルトリコとニカラグアの対戦です。Gentlemen, after 12 rounds of boxing, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Oswaldo Sanchez scores the bout 115 to 114. Judge Dave Moretti scores at 116 to 112. And Octavio Rodriguez scores about 117 to 113. All three in favor of the winner. And still champion with Fredo.ニカラグア4人目の世界チャンピオンは生まれませんでした。115対114 116対112 117対113 3対0でバスケツがリオスを下しています。白氷の勝利でしたね。これね、苦しい試合でしたね。はい、ということで WBA 世界フェザー級タイトルマッチをお伝えいたしました。